回は4月に追加された新キャラハワードスーツの紹介ヌボをかわす。白ドラにはロボット系のキャラが何体かいるけれど、また新しいロボットが登場したヌボ。一体どんな性能なのか早速紹介していくヌボ。逆壁ドーン。4月に登場したハワードスーツはコスト3、最大召喚数3体の中型進撃キャラヌボ。通常攻撃は正面の敵や空の敵を攻撃できる中距離射程、砦も少し遠くから攻撃できる火力キャラヌボ。スキル猪突猛進は正面の敵に向かって突進してダメージ、さらにぶつかった敵を方向に突き飛ばすこともあるヌボ。最大の特徴はやられてしまってもなんと攻撃形態にチェンジ。その場に座ってしばらく周囲の敵を攻撃するヌボ。さらにさらにやられると同時に乗っていた剣士がピョーンと前方に緊急脱出するヌボ。通常の剣士と同じ性能の剣士が一体戦いに参加するヌボ。すごいヌボ。実は僕もロボットの操縦には自信があるヌボ。ぜひ操縦させてほしいヌボ。ちっぺ。僕が一番ハワードスーツを上手に使えるヌボ。ハワードスーツの通常攻撃はやや射程が長い中距離攻撃。少し後方から砦を攻撃できるので砦の耐久を削るのに適しているヌボ。砦に向かって積極的に出していけるのが強みヌボ。後方から一気に距離を詰めて突進ダメージを与えるスキル猪突猛進。前方に敵がいれば移動時にも発動するのでやや後方に召喚してスキル発動を狙うのがおすすめヌボ。厄介な迎撃キャラの人柱を狙ったりするのも効果的ヌボ。進撃形態で体力がゼロになってしまっても攻撃形態にチェンジしてさらに攻撃ができるのがハワードスーツの強みヌボ。前後の広い範囲を攻撃してくれる頼もしい性能ヌボ。ただし時間経過で体力が減ってしまうので注意ヌボ。さらに脱出した剣士が思わぬ活躍をすることも。砦を占拠したり城へダメージを与えたりすることもあるので侮れないヌボ。なるほどヌボ。ハワードスーツはロボットなので毒や睡眠、麻痺などの状態異常が無効なのも強いヌボ。パワフルな性能を生かしてぜひ実戦で活躍させてほしいヌボ。アダマルシー。というわけで今日は以上ヌボ。みんなチャンネル登録よろしくヌボ。